首謀者が隠し扉に入ったかを確認するために僕はカードリーダーに埃を仕掛けておいたんだ。誰かが隠し扉の中に入るためにカードキーを通したら、その埃は落ちているはずなんだけど。でもね、操作の時にそれを確認したら埃は落ちてなかったんだよ。つまりあの隠し扉には誰も入ってないってことだから、中で待ち伏せしてたとは考えられないよ。門外昇天の極みだ。まだまだだな。え？何が？カメラが仕掛けられる前から犯人が図書室に隠れていた可能性はまだ残ってるぜ。あんたの推理は甘いんだよ。それじゃあ何の証明にもなってねえぞ。隠し扉の中が無理だとしても図書室には隠れ場所がいくらでもあった。例えば本の山の中だ。犯人はカメラが仕掛けられる前からその中に潜んでたんじゃね。そして天海を殺した後で逃げたのさ。でも殺して逃げるにしたって逃げる姿がカメラに映っちゃうよね。だったら天海を殺した後でまた図書室に隠れればいい。そして全員が死体に注目している中、自分もたった今駆けつけたかのようにその場で合流すればいいだけだ。その言葉切っちゃうよ。犯人が図書室で私たちに合流した？ううん、それは考えられないよ。理由を聞こうじゃねえか。ほら、図書室の正面扉に仕掛けたカメラだよ。あの3枚の写真を見てもらえばわかるけど、これは私と西原くんと地下にいた桃田くんと茶柱さんが駆けつけたところ。こっちのは地下にいた残りの4人が茶柱さんの悲鳴を聞いて駆けつけてきたところ。最後の写真は死体発見アナウンスを聞いた残りのみんなが駆けつけてきたところね。全員の駆けつけてきたところがしっかりカメラに撮影されてるんだよ。だから誰かが図書室の中にずっと隠れてたって推理は通らないんだよ。確かにどいつもこいつも図書室の外から駆けつけているみてえだな。どうやらまだまだなのはあんたじゃなくて俺の方だったらしい。ううん、いいんだよ。こうやって可能性を潰して真相に近づくんだからさ。ね、西原くん。え、うん、そうだね。やはり問題となるのは犯人がどのように図書室に出入りしたのかということね。まずはその問題を片付けましょう。そうしないと僕らは先には進めません。でも不思議だよね。仕掛けたカメラに姿を残さず天海くんを殺すなんてさ。まるで透明人間の仕業だな。だが、うちの魔法ではないぞ。うちの魔法では半透明が限度じゃからな。
だけで精一杯じゃ。ああ、そういう意味の半透明なんだね。でも図書室の2つの扉はどっちにも隠しカメラがあったはずだし、図書室にあった通気口はあそこから入ったんじゃないの？だけどあの通気ダクトがつながってる教室は私と犀原くんが見張りに使ってたんだよ。では赤松たちの隙をついたんじゃな。犯人が透明人間になって、夢野さんは透明人間に対する並々ならぬこだわりがあるみたいですね。それも無理だと思う。犯人が通気口から図書室に忍び込んだ可能性はないよ。カメラを仕掛けた時、私は念のために通気口の前に本を積んでおいたんだ。もし誰かがあそこから出入りしてたら本は崩れてたりしてるはずだけど、操作の時に確認してみたら本はちゃんと積まれたままだったんだよ。通気口から出る時に本をどかしてその後で戻したんじゃねえのか。その作業を狭い本棚の上でするのはさすがに難しいんじゃないかしら。通気口も無理で、どっちの扉も無理で、じゃあ犯人はどこから図書室に出入りしたの？神隠しならぬ神現れ。他に出入りできるところはもうなさそうだけど。うわぁ、ひらめいちまったぞ。犯人は図書室の扉から出入りしたんじゃねえか。あの、今までの話は聞いていましたか？扉から入ったら写真に写ってしまうんですよ。んなもん、カメラのインターバルを狙えばカメラに映らねえで出入りできんだろうが。え？インターバル？何それ。つまり犯人はカメラが仕掛けられてることも知ってたし、カメラのインターバルのことも知ってたんだ。で、そのインターバルの間に図書室に忍び込んだんだ。そうすりゃカメラに映らねえで済むからな。キャーヒャヒャー、さすがは美人すぎる俺様の名推理だぜ。ねえ、イルマさん、そのインターバルって何？あん？てめえは今さら何言ってやがんだ。知っての通り、あのカメラは一度シャッターが降りると次に撮影できるようになるまで30秒かかっちまうんだ。もともとは手動のフィルムを自動で巻き上げるように改造したせいなんだけどな。初耳だよ。そういう大事なことはもっと早く言って。なんだよ、改造カメラを渡すときに言ったっつうの。そこの帽子とかをかぶった童貞にな。え、犀原くん。あ、ごめん、言い忘れてたみたいだ。言い忘れてた。隠し撮りの計画には支障がないと思ったし、まさかこんなことになるとは思ってもなかったから、それで言い忘れちゃったみたいだ。本当にごめん。くくく、言い忘れたなんて空虚な言い訳をするね。嘘くさいよ。そんなことないよ。きっと本当に忘れただけなんだって。あの時はバタバタしてたから、それで説明するのを忘れちゃったんだよね。あ、うん。まあ恋かミスかは後回しだ。それよりカメラのインターバルの話をしようぜ。イルマさん、インターバルは30秒と言ったわね。ああ、ザリガニ並みの知能しかねえおめえらのためにもう一度説明しておいてやると。だな、イカマツとクサイハラが図書室に仕掛けた3台のカメラはセンサーが感知してシャッターが降りた後、次に撮影できるようになるまで30秒かかっちまうんだ。フィルムを自動で巻き上げねえといけねえからな。
ではその30秒間ならカメラに映らずに図書室に入れるんですね。30秒もあるなら図書室に入るどころか、天海君を殺して逃げることも可能かもしれないわよ。はい、急げば可能かもしれません。なるなる、じゃあ間違いないね。犯人はカメラのインターバルを利用したんだよ。となると犯人はそのインターバルのことを知ってたイルマちゃんで決まりだね。バカ言ってんじゃねえ、俺様には食堂にいたってアリバイがあったろ。ああ、そういえばそうだったね。じゃあ他にインターバルを知ってたのって誰だったっけ。サイハラだけだよ。それなら図書室で天海くんを殺した犯人もサイハラくんということになるのかね。サイハラくんか。おい、どうなんだよサイハラ。サイハラくん、違うよね。君はそんなことをしたりしないよね。黙ってないで何か言ったら、沈黙は停滞を生むだけだよ。はっきりしてください。あなたが天海さんを殺した犯人なんですか。ねえサイハラくん、本当にどうしたの。まさか黙秘なんて言わねえよな。ミチつまらなくない展開になる。